23歳ゲーム実況者です。私は現在登録者が2万人いくというくらいの底辺実況者で、お金はアルバイトで稼げるくらい、月の7万円ほどもらっています。私が伸びていないのは私が無能かつ面白くない人間だからと考えています。こういう考えしていると憂鬱になり、別の理由で躁鬱病態になりました。抑うつ病態になりました、ですがどうしても動画投稿で一人暮らしできるくらいのお金を稼ぎたいと思っています。どうにかして見返したい人もいます。普通の実況者は今のままでは伸びないと思いますが、これから実況者が伸びるにはどうすればいいと思いますか。僕は北海道に住めとか言っちゃうんですよね。7万あれば一人暮らしで全然問題ないから、まず生活コストを下げろってことですか。確かに実況するんだったら別に関係ないですもんね。ぶっちゃけ月7万稼げてるって全然底辺じゃないですよ、うん、あの 99% の YouTuber は0円ですからね。これでもアルバイト、あ、実況者でアルバイトで稼げるくらいもらってるんだから、あ、じゃあ実況者で7万もらってんだ、月、うん、すごいじゃん。だからあとはその7万で暮らせるところに行けば何の問題もなく、うん、プロゲーム実況者だな。おそらく7万円もらえる人って YouTuber 全体の中のトップの 2% から 3% ぐらいですよ、うん、収益化してある程度のお金がもらえるのって 3% とかで、その中でも暮らしていける人ってなったらもう 1% 切っちゃうんですけど、だから結構いってる方なんで、むしろあの、まあ、ヒロさん言ってたみたいに生活コスト下げて、あの改善の方に全振りした方がいいんじゃないですか、うん、配信の仕方とかちょっとずつ変えてやり方変えて。2万の登録者数で7万ってことは4万になったら14万もらえる可能性がある。2万って結構多いですね。でも2万で7万は結構多いですね、うんうん、だからなんか方向性悪くないと思うので、むしろ全振りして実況者として頑張った方が、だいたい収益いい人で、あのチャンネル登録者、今チャンネル登録者に依存してないですけど、ちょっと前はチャンネル登録者にの5倍ぐらいがあの収益がいい人たちの月間の収益だったんですよ。だから7万人、2万人ってことはもう5倍したら10万円でしょ。だからそれで7万円ってことはまあまあもらえてる方だと思うんで、収益差悪くないと思うんですけどね。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。